アオーラ・マドリードは、スペインの政党で、人民統一市民候補と自らを定義し、有機的生命を持たない道具としての政党として、2015年の自治体選挙において、マドリード自治体政府参画を目的として、設立された。自治体選挙への参戦は、ポデエモスとグアニエム・バルサローナに着想を得た選挙プラットフォームで、アルガネーモス・マドリードとの間の協定に始まり、 そこには、その他の政党や個人レベルでの参加も見られた。選挙の結果、アオーラ・マドリードは、第2党となり、候補者名簿筆頭のマヌエラ・カルメーナ・カストリージョは、市長指名選挙で、多数票を得て、マドリード市長となった。2014年6月28日、ムニシパリアという名称で設立され、その後、アダクラウによって設立された市民プラットフォームである。 グアニエム・バルサローナに一致させ、相乗効果を追求するべく、その名称をガネーモス・マドリードに変更することとなった。ただし、両者の間には直接的な関係はない。ガネーモス・マドリードは、個々の市民、団体、政党、運動体などが合流する、自発的で水平的な市民の合議制組織として誕生した。候補者予備選挙で候補者名簿筆頭に選出された。 元マドリード市長のマヌエラ・カルメーナ・カストリージョ。2014年11月4日この市民団体は一般に公表され、翌2015年に予定されていた自治体選挙に参戦するために2ヶ月以内に3万人の署名を獲得する目標を掲げた。12月末には目標の署名数を上回った。2015年1月29日、ガネーモス・マドリードとポデーモスは 自治体選挙に臨むための道具としての政党に交流することを取り決めた。当初統一左翼は政党の選挙連合体として、またポデーモスは有権者の集合体として選挙に臨むことを模索していた。候補者名簿第2位に選ばれたナチョムルギ。3月6日、市民運動、個人協力者、政党などが結集するための道具としての政党として、 アオーラマドリードが発表された。3月9日候補者選出のための予備選挙が開始されたこの過程で、マドリード統一左翼の執行部は、予備選挙での立候補予定者を支持するメンバーが不参加であった統一左翼の大会において、全国執行部が一人の女性候補者を承認しないとの発表の後、 アオーラマドリードに対して選挙では自分たちの候補者を出すつもりであることを連絡してきた。マウリシュオ・バリエンテは会議での話し合いの後、アオーラマドリードの予備選挙に候補者として臨むことを選択した。3月30日、オンラインで1万5000人が参加した予備選挙の結果が公表された。マヌエラ・カルメーナが後半な支持を獲得し、市長候補に選出された。また、 マドリードの住民団体連合会の元会長のナチョ、ムルギが、名簿、第2位に、イネス・サバネスが、第3位に、マウリシュオ・バリエンテが第4位に、リタ・マエストレが、第5位に、パブロ・カルモーナが、第6位に、マルタ・イゲーラスが第7位に、パブロ・ソトが、第8位に、セリア・マジェールが、第9位に、ホルヘガルシアが、第10位に選出された。考慮の作成は、すべての市民に開かれ、 多くの提案が最終的な考慮案に盛り込まれた。そして予備選挙と同時に自治体政府が最初の100日間で実施すべき考慮の中身についての優先順位が選択され投票された。選挙ではマドリード共産党やコンボカトリアポルマドリード、ポルウン、ムンドマス、フストなどの他党の支持が呼びかけられた。アオーラマドリード所属議員。 2015年3月24日に行われた自治体選挙では21議席を獲得して第一党となったマドリード国民党に次に20議席を獲得第二党となった。選出された20人の議員は名簿順で以下の通りであるマヌエラ・カルメーナ、ナチョ・ムルギ、イネス・サバネス、マウリシオ・バリエンテ、リタ・マイストレ、パブロ・カルモーナ、マルタ・イゲイラス、パブロ・ソト、セリア・マジェール。 ホルヘガルシーヤ、マルタ・ゴメス、ギジェルモ・サパータロミー・アルセ、カルロス・サンチェス、モンセラ・ガルセラン、フランシスコ・ペレス、エステル・ゴメス、ハビエル・バルベーロ、ジョランダ、ロドリゲス、ホセ・マヌエル。これらのうち8人は、ポデーモス、5人は、マドリード統一左翼、3人が、ガネーモス・マドリード、3人が無所属、1人がイクオーの、所属である。 社会労働党所属議員の協力で、アオーラ・マドリードのマヌエラ・カルメーナの市長指名が行われた数時間後、文化・スポーツ担当職に任命されたギジェルモ・サパータが過去にツイッター上に書いたブラックユーモアがマスコミに取り上げられ、それに対する議論が沸き起こった。その内容は、マドリード議会の野党とスペインのユダヤ人コミュニティにより部別的であると批判され、 辞任を求められた。その後、サパータは文化、スポーツ担当職を辞任することとなったものの、フエールパルドク選出議員としてマドリード市政府内に泊まっている。ありがとうございます。